壊れそうなものばかり集めてしまうよ。ガラスの40代になりました、相撲情報室の編集長の竹内です。はい、ご無沙汰しております。間もなくね、令和3年の名古屋場所が2年ぶりに開催ということで、その前にプレゼント企画のね、抽選を行っておこうかなというところでございます。はい、長らくお待たせしました。6月20日が僕の誕生日だったんですけれども、Amazon の僕の欲しいものリストを、概要欄に載せてたんですけれども、なんとこちらの糖質ゼロのですね、キリン一番搾りを送ってくださった方がいらっしゃいます。名前は伏せておきます。ただ、僕は名前とメッセージ拝見した時に、どなたか認識できてまして、以前からね相撲情報室なを愛読してくださっている方でした。イベントとかにも、足を運んでいただいている方からいただいたということで、ちょっと本当に大変、こういうのネットこじきっていうらしいんですけど、物乞いに当たるかもしれないみたいな、ありがとうございます。すごい嬉しかったです。で、美味しく飲んでます。はい、で、そこでですね、一応引き続き僕のAmazon本筋物リストを載せておくんで、気になる方はまたよかったら見てみてください。竹内ってこんな趣味嗜好があるんだなというところが知れるかなと思いますね。興味がある方はね。はい。で、お待たせしました。全国の、いや全世界の、相撲好き、視聴者は30代以上しかいません。つまりおじさんおばさん来ましたよ。この、元幕内豊響き、改め山科親方が現役の時に使っていた、番傘のプレゼントの抽選会を始めたいと思いますね。これちゃんと梱包して送りますから壊れないようにね、当たった人喜んでくださいね。はい、で前回のプレゼント企画同様こんな感じで一個一個手作りで作りました。で、番傘に関しまして74人の応募がありました。だいたいチャンネル登録者数10人に1人ぐらいかな。でも今回綱ちゃんを知らないっていう方も、相撲情報室綱を知らないっていう方もちょっとアンケートやらせていただいたんだけど、いて、綱ちゃんに登録してないっていう方もいらっしゃいました。綱ちゃんにチャンネル登録してない方ね、絶対当てませんので、はい、綱ちゃんに登録している人を当てたいって思ってる。はい、でもまあね、せっかく応募してくれたから、当たった人がね、知っておろうが知っておろうが、それは仕方ないんだけど、ということで全部これこすらぼかを信じてください。74枚作りました僕これ。はい、じゃあもう早速1個なんでね、もったいぶっててもね、あんま意味がないので早速もういきますよ。こんな感じで手前の方がいい？どれぐらい？落ちちゃった、落ちちゃったよ。いくよ、もう一人やで、いくぞ。あー、これなんかな、これなんかな、これに決めた。これ一人でやってるの、このテンション。いくよ、もうこの人な、いいな、いきます。おめでとうございます。竹蔵さん、この方です。竹蔵さん当たりました。はい、で、竹蔵さんはこの動画の概要欄に、当選しましたっていう連絡先のメールアドレスを
載せておきます。で、竹蔵さんそこにメールください。当選者竹蔵ですと。で、一応このハンドルネームが分かるもの、まあ、例えば、まあ、YouTube に登録してらっしゃるようでしたら、まあ、YouTube のその竹蔵の、まあ、マイページみたいなのの竹蔵を普段使ってるよっていう証拠になるようなものをスクリーンショットを、メールに添付していただいて一応送ってください。あので、一応こちら住所控えてますんで、竹蔵さん、その住所、名前、電話番号をメールの本文に明記して、メールを送ってください。竹蔵さんおめでとうございます。はいはい、以上で、というか、まあまあちょっと今回の名古屋場所の、ちょっといろいろちらっと聞いた話なんですけど、実はね、やっぱこうまだコロナ禍というところで完全にね、ワクチンが行き渡ってるっていうわけでもないので、実はもう例年の名古屋場所だったら、大体6月の僕の誕生日ぐらい、本当に6月20日前後に、番付発表なので、その時に、名古屋入りっていう風にする部屋がほとんどだったんですけど、今回その老人ホームとかを宿舎として借りてるところだったり、土俵がなかったりするところの部屋だったりとかあったりするらしくて、そういう部屋は、前日乗り込みらしいです。東京の、その東京とか、まあ関東のその相撲部屋で全、だからこの土曜日7月6日までいて、で土曜日に名古屋に移動して、7日から、まあ名古屋で滞在先はおそらく、まあホテルとかになるのかな、そういう移動方法する方も、部屋もあるそうです、はい。まあ、そんな、プチ情報も含めて、今回プレゼント企画の、当選動画、竹蔵さんおめでとうございます。連絡お待ちしてますね。はい、じゃあそんな感じで今日はこれぐらいにしておきたいと思います。さよなら。